ダークセイバーです。そろそろ予備棒付けされそうなお重長さんに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。絶対王者さんおくつろぎになる。そのうち予備棒が献上される。牙が抜けとる。安心していいぞ。石神さんが来た時にはレースや調教があると思ったのか。一瞬でレースモードに切り替わって噛みついてきたらしいぞ。気分が乗らないと馬房から出ようとしないくらいにはわがままだから平気平気。10秒で落ちとるやないか。これちょっとごねて人のリアクションを楽しんでる顔だね。かわいいな。父は人間に寝てるとこを見せることがなかったらしいが、お重もそんな感じなんかな。お重かわいいな。夏に北海道行って会ってきたい。引退してから丸くなったって言ってたのは厩務員さんだっけ、石神さんだっけ、どっちも会いに行ったんだっけ。石神さん、長沼さんの順番だね。現役時代よりリラックスした雰囲気だけど噛もうとしてきたって言ってたのは石神ジョッキーだったかな。ところでお重これどう思う？かわいいよね。孫とおじいちゃん、二人一緒に会いに行ったのか、俺以外のやつに。お重よりジャンプがうまい。引退後すぐにおめめキュルンキュルンになったって話題になってたからね。戦績がやべえお馬さんってしか知らなかったんだけど、こんなに可愛い顔してるんだね。北海道行ってみたいけどお金ないから行けないよ。あとはもともと旧車の水色耳出しめんこのイメージからのギャップもあって最近だいぶ可愛さバレてきた。現役時はめちゃめちゃイケメンとは言われてた。引退したら可愛さで押してくるとは思わなかった。あらむしゃ、イケおじ、ゆる馬楽しませてくれる良い馬だわ。お重のお昼寝、そろそろ予備棒付けできるかな？のんびりできる場所だってわかったんだね。大王者がお腹見せてゴロンしてるわ。さっさと予備棒に使って CM になって全国放送されろ。完全に横になってるところ初めて見たかもしれん。チェーンソーか何かの音で起きるところ何回も見てられる。可愛いのはもちろんだけど、あの気難しいお重が人間がすぐ近くをうろうろしてんのに耳も絞らずゆったりしてるのかなりの衝撃。しかも自分のテリトリーである放牧地内で。可愛いけどそれ以上に大前自弱としてる。おじさんか絶対王者って印象が強かったからな。のんびりしてる姿が可愛い。渋い池おじの印象が強かったから今のキュルルンとした顔見るたびに笑ってしまう。幸せそうで何より。ぐぬぬぬぬ、最下は旧館場の座は譲らないわよ。ついに予備棒コラボの近い日が眠れるお重も可愛い。カリスマ性が半端じゃない。お重ってやっぱり魅力あるわ。なお現役の頃、この写真いつ見ても馬が草を味わってるんじゃなくて、北斗の敵キャラみたいなのや山賊が骨付き肉を肉汁飛ばしてむしゃってるシーンなのよ。引退前とキャラ変わりすぎやろ。アッシュゴールドや中山フェスタも引退後穏やかになったし、まさか現役時代自分のキャラを理解していたのか？キュルンとした目をしやがってそれでも捨て子一族の一員か。今は栄養で猫かぶっとるだけだぞ。エタリオーだって起きたんだ。ベルサイユには絶対王者もかなわない。エタリオーはいつ丸くなったと言われるやろ。大放牧地の可愛い子ちゃんたち見ていな泣いてるんだぜ。踏み切ってジャンプーさせないためにウォールローゼ立てさせてるし、とっくに過ぎてるけど40人間換算の女狂いとはこのことだよ。お重だけどステップー、ジャンプーしてた場だもんな。そらそうか、あの帝王も無助走で牧柵超えたことあるらしいし、興奮してビクタス愛でギロってる一方でリラックスしてる時は別馬みたいな可愛い目してる捨て子一族って結構多くない？石神が撫でても怒らないくらいには丸くなってる。すさんでた野良猫が保護されて飼い猫になって大事にされてるみたいな表情の変化。もう完全燃焼したから落ち着い、オルフェやドリジェの霊があるからわからんか。ぐぬぬぬぬ、この私から最下は旧館場の称号を奪おうとしてるなんて。愛ちゃんは子育て頑張って。あなた可愛いより美人なので。結構寂しがり屋っぽいけどスタッフさんが構ってくれるし時々種付けしてスッキリできるしストレス少なそうな環境でよかったな。お重はワイルドでイケメンで気性が荒くなきゃダメなのってアップトデートさんが言ってたよ。アッシュゴールドくんはソネッサドルの庭でエイシンの子と一緒に仲良くしてるし北海道ののどかな場所って大事なんだな。まあ、アッシュはもともと可愛がられて育った子だから。辛い競争生活引退して元に戻っただけだと思う。あれだけ頑張ってきたんよなぁ、功労馬ものでしょ。お重長さんが予備棒で寝た動画が撮れたら経済効果やばそう。お重は何してもかっこかわいいのう、眠そう。お重によって産駒が活躍し生涯レースが盛り上がる日が来るのかもしれない。お重長さん、今日は気持ちの良い天気だな。寝るのには最適。癒し系お重。マジでサイファーみたいに走る馬だったんだけどこんなにも愛おしいとは。
お重もベルサイユに染まり始めたな。お重うわぁ、あんなにかっこよかったのにこんなに可愛くなっちゃって。心地よい風に吹かれながら、草の上でお昼寝だなんて、ここに来られたからこそだよね。凛々しい姿も大好きだけど、こんなお重もみんな愛おしくてたまらないよ。ゴローン、からのジャンプー。夢の中で飛越しているのかな？お重は現役時代忙しかったから、急に楽々生活になったらボケちゃうかもしれない。適当に何かお仕事させてやってくださいな。このままでもいいですけど。お重やけに静かだな。エタリオー暇。昼のダムール捨て子一族、休み屋でわら、ギムレットブフォアラ。ゴローンのポージングが草原の中でレース出てるみたい。ついこの間まで走ってたんだよね。青い空、青い芝、お重長さん絶好の昼寝日和。横になってゴローンしたお重さんは初めてかも。まだ守護場としてのお仕事はあるでしょうが、競争生活が終わってのんびりくつろげるようになってよかった。競争場の余勢は格あるべし。競馬場で見たときは、面子とチークピーシーズを装着し、首を低くして走る姿は迫力満点だったけど、引退して何も装着せず気持ちよさそうに寝転んでる姿を見ると、現役時とのギャップに愛おしさを感じる。新天地でこんなにリラックスしてるお重長さんを見ると、ほんまにスタッフさんたちに大切にされてて、スタッフさんたちのこと信頼してるんやろなーって思って嬉しくなる。現役時代、守護場需要がないから事故って死ぬまで走らされる、とか言われてたのを思い出して泣けてきた。幸せそうでよかった。お重かけるヨギボを見れる日もそう遠くない最近また前のレース見返したりしてるけど、とても同じ馬と思えない。なあ信じられるか？こんな可愛い子がステイゴールド3区なんだぜ。まあステゴ3区は顔だけはいいから。前から知ってるけどさ、お重本当に可愛いしかっこいいね。王者最高です。目元が親父そっくりです。あ、可愛い。前髪にゆるくパーマかけたおしゃれなイケボバがゆったりくつろぐサービスシーン。本土は暑すぎるぐらい暑かったけど北海道は過ごしよさそう。お重ものんびりできててよき。少し前からうすうす感づいていたけど、さてはお前可愛いな。メンコがない方が可愛いですね。現役時代はイケメン引退後は可愛い。お重の優勢ってどうしてこんなに色っぽいのだろう。黒子みたいな点と、左右非対称なのが醸し出すのかな？好き。お重さんのリラックスした光景を見れる日が来てよかったと思う。日高地方は夏場で暑くてもカラッとしていて、いい環境である。この夏は訪問者も多くなるしょうね。池おじだと聞いてはいたが改めて至近距離で顔を見ると本当にかっこよく感じるな。前髪の感じと躍動感を感じる優勢がそう思わせるのかな。お前ら目を覚ませ、人間なら50のおっさんのお昼寝だぞ最高じゃないか。アンチかと思ったらただのファンだった。かつて世界一稼いだ現役障害馬の絶対王者と言われた馬とは思えぬ姿。長生きしてくれよお重長さん。ちょっと前まで現役だったと思えないおじいちゃん感。おじさんホースなのにこんなに可愛いとかとうバグるわ。ずっと頑張ってきたんだから余生は姉ちゃんみたいに長生きしろよ。可愛らしい面子してたし行動も可愛いけどいかついというか貫禄のあるお顔してるのね。たてがみや尻尾もサラサラで美しい。昨年末まで仮にも現役だったことを思うとちょっと心配になるくらい痩せているような、あばら骨が浮いているのが、競走馬としては正直異常なレベルで頑張り続けたんですから余生は長く穏やかに幸せに過ごしてほしい。お重にもヨギボーあげてほしい。ヨギボーあったら、ジャパンみたいにスヤスヤするかな。それともギムジーみたいに振り回す？いや、やっぱり飛び越えるか？